はい、いいでしょうか。はい、始めます。山根と申します。よろしくお願いします。今日はそっくら、7月にですね、デブコンフというのに行ってくるので、その話をしようかなというと、そもそもデブコンフって何なのかというのを、でデビアの話を聞いて、その話と、デブコンフとは何か、なんでアニメーションってデブコンフとは何かというと、デビアンカンファレンスのことであります。毎年1回やっている、デベロッパーのミーティングとで、ボランティアによって開催されています。2000年から開催していて、デブコンフゼロからゼロレッジで始まっておりまして、どこでやったかというと、フランス、カナダ、ノルウェー、ブラジル、フィンランド、メキシコ、スコットランド、アルゼンチン、スペイン、US、ボスニア、ニカラグア、スイス、US、ジャーマニー、サウスアフリカ、カナダ、台湾、そしてブラジルと。ああ、長い。で、私はですね、このスペインから参加をしていますと。で、参加費用なんですけども、まあ、0円から、会社で参加、まあ、ビジネスに参加するよという場合は、まあ、500ドル払ってねという感じで、例えば北米なんかでカンファレンス参加しようと思うと、まあ、1000ドル超えとか当たり前にあったりしますけど、デビューの場合は、まあ、個人で参加するのは0円で済む。大変お得な感は。でデビアについて、知らない、あんま知らないよという人いたら、正直手を挙げていただきたいですけど、はい、はい、いいですよ。はい、何かというと、最も、有名なディストリビューションの一つで、1993年から開発されていて、もう今年で25年、26年という感じです。で、何用のディストリビューションかというと、特別に定めておりません。で、自分たちではユニバーサルオペレーティングシステムなんて名乗ってたりします。5万から6万ぐらいのパッケージがあり、カーネルについても Linux 以外ですね、例えば FreeBSD であったりとか、GNU ハードとかを使えるようにしてあったりとか、アーキテクチャも X86 以外、X86ARM 以外のアーキテクチャ、例えば Mix であったりだとか、Power だったりとか、あとは RISC-V とか、そういうのも使えたりします。用途はデスクトップもあり、サーバーもあり、クリックもあり、コンテナのこともありと、何でも OK。で各種ディストリビューションの、アップストリームでもあります。ルートだったり、レダースビアだったり、書いてあったりとか。まあ、詳しくは、後で資料を見てください。で人によっては、まあ、デビアンいいよと、十分安定していますと。で、あんまりそのリリースも例えば5ヶ月ごととか、来て、全然アップストリームの動きについていけないとかいうのを検索とか違って、2年に1回リリース、これはまあ安定してますよねと。で、安定版のリリースも非常に更新が少ない、安定してますねと。で、2年ごとのリリースサイクル、そして、5年間の NTS という形になっております。ちょっと前までは2年間のサポート、2年プラス1年、3年間のサポートぐらいで、切られていて短いと言われてるんですけど、最近は NTS が始まって5年間は使えるようになっています。で大変、先ほども言ったように、パッケージ数がですね、よいしょ、まあ、5万から6万あるので、非常にソースが大量に使えるよというので、しかも大量のアーキテクチャに対して、まあ、ビルドができるようになっているというので、非常にいいよと。簡単に取得できますし、簡単に変更もできますし、人によっては新しいアーキテクチャに移植ということも、まあ、ターゲットのディストリビューションとしては非常に扱いやすいと。で、あとは、ライセンスですね。デビアンの、ライセンスというのは、デビアンフリーソフトウェアガイドラインという、DFSG になりますけど、これに合致したものがリリース対象となるとしています。これはオープンソースの定義とほぼニアリーイコールだと思っています。つまりはオープンソースとして、チェックを一応したものが入っていますというのがあります。で、最小の環境も簡単に作れますし、コミュニティは大きく、そこそこ組織がされています。で、パッケージの数なんかは、徐々に徐々にという形で、2009年の 5.0、5.0 から始まって、どんどんどんといくと、まあ、10年間で倍以上、パッケージの数が増えていますね。まあ、数なんで実際の例えば、1つのソースパッケージから複数のバイナリーパッケージとかできたりするので、単純には比較できないですけど、まあ、
順調に成長しているというのが見て取れると思います。で、先ほども言ったようにさまざまなディストリビューションの、まあ、元になっています。例えばこの中でも多分 UNIX とか使ったことがあるという人も多分多いと思うんですけど、 UNIX の元になったりとか、例えば、一昔前に、ライブの CT とかで入りましたけど CHROPIX とか、あとは、ルーターとかのですかね、VIOS とか、ラズベリーパイのラズベリー、それから、スノーデンなんかが使って有名になりましたけど、テイルズという、ディストリビューションですね。あの、それから、セキュリティのペネトレーションなんかに使われるカリーというのがありますけど、これもデビアンがベースになっていますと。まあ、非常によく使われていますね。で、本当に使っているのどこで使っているのというと、例えば、宇宙ステーション、ワークステーションで使っていますよとか、例えば改札機で使っていますよというのもあったりとか、あとは、例えば、Chromebook ですね。最近だと Chromebook が、Linux フルで動きますよって言って、何が動きますかって言って、デフォルトではデビアンが動くという形になっています。で、あとは、Google の中の開発者向けのデスクトップ環境がちょっと前までは、彼らの独自ディストリビューションだった、Google っていうのかな、Ubuntu ベースのやつっていうのが最近はデビアンベースに変えましたよとかいうのがあります。あとは IoT デバイスとか、あとは、これは、あれですね、ビデオ分析機とかですね、昨年、おととしか、おととしなんかに、カンファレンスの、スポンサーになってくれたロシムとかいうところが使ってたりしますよというところがあったりします。あとはまた Google の話になりますけど、AI のエッジデバイスで、使ってます。コーラル、なんとか。ちょっとお忘れでしたね。HTTP ということで、彼らの、ASIC のやつが手元で使えますよと言って、中入っているのはデビューのカスタマイズしたやつが入っているという形になっています。その他、いろんなウェブサイトやウェブサービスも使われてる。例えば、ビクシルさんとかはデビューを使っています。あとは、この中で GitHub Enterprise 会社で使ってますよとかいう人いますか？あります。これの GitHub Enterprise の中身はデビアンの OS が入っているという形になります。で、彼らは、デビアンの LTS プラチナスポンサーになっているというのがあります。あとは、ドッカーイメージなんかでも結構使われていて、先日、古いロトシスを削除したら、なんか、ビルドできなくなって、ギャーという話が、ちらほら見えたんですけど、そこら辺の話が、Twitter なんかで見た人もいるかもしれません。ただ、人によっては、まあ、デビアン、という人がいるわけですね。安定版っていうけど、それって古いって意味だよねとか、いう悪口だとか、インストールが難しいよねとか、確かにインストーラーがあんまりフレンドリーな形じゃないのはその通りで、あとはラップトップ向けに、Wi-Fi なんかだとファンメアが必要だったりするんですけども、それが入ってないと。我々は排除しています。基本的に排除していますというのがあって、その辺が使いづらいとか。あとは、サードパーティーのリポジトリなんかは、Ubuntu と RedHat しかサポートしてませんよ。Debian なんかサポートしないよ、使えないよとか。あとは、ドッカーイメージなんかで使う場合でも、まあ、アルファインの方が小さいじゃんとか、あとは、Google で探してコピペできねえじゃんとか、これで、ね、先頭 OS でデビューなんかで使えねえよとか、あとは、責任を押し付ける先の会社がねえじゃねえかと、責任どうか取ってくれんだよと、レッドハットだったらレッドハットに押し付けりゃいいじゃんとか、そういうとこは思えた。あとは、人によって、アーチの方がクールだよね、デビューはそうじゃないよねっていう、こう見切った話とかですね、そういうところ。特徴としては、バックに、でっかい会社っていうのはついていないんですね。例えばフェドロだったらレッドハット、セントウェイスもレッドハット、オープンスーだったらスーデがもちろんついていて、ウブンスだったらキャメリカがついていますけど、デビアンの場合はそういうのがエンティティはないと。あとは、プロジェクト名はリーダーがいるんですけど、リーダーがやれって言ってもみんな従わないです。会社だったらトップがトップダウンでやれって言ったら、まあしょうがない仕事だってやるんですけど、やれって言ってもうん違うよねって逆にみんなで開発者集めて選挙やるのとか決議だ一般決議ってのはあるんですけど、これ決めたの全部覆せるんですね。
なんで開発者が決議して、例えばこういう例えばシステム D にしたけどシステム D を拒否したいって言ったら、システム D 嫌な開発者が集まって、そういう条文を作って投票しようって言って、3分の2ぐらいかなが OK したらなしとかなんないですか、あんまり強いリーダーシップはない。この辺はキャノニカルとかとは違って、ウブンツなんかと違って、ウブンツの場合はマークシャトルマスがやれって言ったら絶対やる、これは決まっていると、コミュニティが嫌だって言ってもシャトルマスがやれって言ったらやるっていうふうに決めてあるんですね。セグウェイの場合は全然違う。で、そろそろ次のリリースが近づいてきています。リビア10マスターというのが近づいてきているので、できれば皆さんのインストーラーちょっとダウンロードしてみて試してみていただければありがたいなと思います。で、ここまでがデビアの話で、デブコンフの話です。デブコンフ19が、今年あります。2019年7月21日から28日までブラジルです。はい、行く人を、あ、いた、やった、2人、なんと日本から30時間以上かかりますと、つらい。うちの家族なんかは連れてたら連れないよって言われたんですけど、0歳児はさすがに30時間以上連れてくるのは無理だなって話をしましたと。で、それに先立って1週間ほどデブキャンプというのがあります。これは主に開発スプリントが開かれます。任意の参加者が集まって開発スプリントをするというのがあります。あと会場設営とかも兼ねてですね。はい、で、いろんな国からいろんな人が集まってますが、やっぱり開発、オープンソースの開発だとやっぱり、北米、ヨーロッパの人が多い印象です。で、これなんかは去年台湾でやったんで、台湾の人がかなり多く集まりましたけども、通常だと、アジアからはあまり来ないかなというか。で、先ほど参加費がゼロからって話もしましたけど、食事とあと宿の方も、リクエストすればスポンサーしてもらいますと。デッドラインがあるんですけども、それよりも前に、宿と、食事の方はスポンサーしてくれないかなというのは申請して出すことができますので、場合によっては旅費だけでカンファレンスを楽しむ。で、人によっては、旅費の方もスポンサーシップの申請ができます。ただこれはバジェット予算に応じるなんて、かなり厳しいです。あなたは何言ってるようで何したのみたいなのをきちんと答えて、さらに、参加者 の、 優先度リストみたいなのがあって、なるべくダイバーシティを高めたいで、そういう、あまり参加しない地域からの、例えば男性よりは女性のそういうのが考慮されて、その上で、スポンサーシップ、トラベルスポンサーシップが出されるというのがあります。今年は、私初めて会社の費用で行けることになって、やったーと、ありがたいなと、今までは自費ですと。ブラジル交通費がすごそうです。そうですね。南アフリカとかケボとか。で、どんなイベントがカンファレンス中にあるかというと、基本的にはテクニカルのカンファレンスなので、技術的な発表、それからコミュニティ関係の話とか、あとは倫理とかそういう話ですね。デビアンの場合はボランティアで集まっていて、フリーなオペレーティングシステムを作ろうという考えのもとが集まっているので、あんまりエッジ、技術的にエッジ尖ったことだけではなくて、エスカルのこと、フリーとは何だろう、オープンソースって言ってるけども、それはフリーソフトウェアとどう違うんだろうとか、フリーとで、例えばそうですね、人によっては例えばもしかしたらこうトーマとか使ってたら当局に逮捕されたんだけど、その経験とか、私が実際にデビューのメンテナーの一人が登録されたんで半年ぐらいか、捕まったとか、そういう話とか、あとはライセンスの話とか、リーガルの話とか、その他基本はプレゼンテーションですと。それ以外にワークショップや動画が開かれていて、で、非常に貴重な機会になっています。何が貴重かというと、デビアンというのは、全員ボランティアで
参加していて、しかも世界各地にバラバラにいる参加している、プロジェクトなので、こう顔を突きつけ合わせてディスカッションして実装までガッと持っていくっていうのは、ね、やりづらいですね。会社だとじゃあちょっと会議室をってちょっと話しようかってガーッとやってプロトタイプ作ってみたいなのができるんですけど、なかなか難しいんで、カンファレンスで集まった時にはここにありますけど、ハックラボといってみんな電源と Wi-Fi 用意して、あとお前ら開発しようよという場が設けられます。でそうすると、まあ、大体リークの人なんで、電源と Wi-Fi とあと座り場所さえ置いておくと、わらわらわらとどっかからやってきて、わらわらわらと集まって黙々とラップトップかなっていう、皆さん分かりますね、大体 ね、 ね、電源と Wi-Fi 用意してたらみんな集まってきますよね。そういう形で、作業をさせると。で、そうですね、フェイスフェイスじゃない、普段は大体メールでやり取りをして、あとはイシュートラッキングを、BTS をハブにしてやり取りをするみたいな。で、チャットもスラックでなくて大体 IRC と。スラックの場合は検索しづらい、Google とかでも引っかかんないとか、あったりするのもあるので、まあ、IRC がまたメールで。まあ、そうは言いつつ非常に砕けた感じなので、例えばそのさっきのハックラボなんかでは、これは今年の、リビアカンファレンスのメールに流れたんですけど、ちょっと重要なのはディベートがあるとか、ビールどの種類提供しようか、IPA にしようか、小麦にしようか、とかそういう形で、スタウトがいいか、イングリッシュ LL がいいか、アメリカンドロード L がいいか、ちょっと考えを聞かせてくれとか言って、ここはカナダの、ハックラボなんですけど、ここら辺に実はビールサーバーがあります。なんで、ハックラボなんかは夜になるとみんなビールを提供して、みんなで飲みながらワイワイやってる。で、標語として、飲んだ後にアップロード、パッケージアップロードすんなよというのがあったりします。で、私今年デブコンフ行くので、もしもデビアンに対して何かこういう話を持ってってほしいなとか、こういうのはどうなんだろうみたいな話を持ってってほしいなってのがあったらちょっと持っていくので、一言声をかけてください。別に私自身が解決できなくても、コンタクトパスを見つけて、投げ込めば、ここでパッと火がつくこともあります。なので、問題というか気になることがあればちょっと教えてほしいというのが私の願いです。で、一応自分の紹介しておくと、コントリビューターとしては2003年からと、デブコンフは2009年のデブコンフのスペインからという形で参加しております。あとはそうですね、あ、これを忘れていた、ですね、2ヶ月に一遍ですね、よいしょ、世の中にはこういう雑誌があるんですね。ソフトウェアデザインという雑誌が、技術書論作が出てるんですけど、ここに、格別で書いておりまして、今後も書いておりますので、ぜひぜひ、感想をいただけると、格別から打ち切りにならなくて済むなという、あれ、ドハットさんと打ち切られたなとか、そういう形があるので、お願いしますねと。あとは、リリースノートの翻訳とか、あと開発者リファレンスなんかの翻訳なんかもやってたりしますと。あと、それ、あとは、セキュリティデビアンオルグというののミラーの、誘致なんかもやりましたと。これは桜井ダビットさんにサーバーを。私はあまり手を動かさずに、こっちアジアにあるといいんだよねって言って、こうおにょおにょってやったら、できたという感じだったので、まあ、そういう話とかですね、気になることあったらちょっと教えてください。なんで私自身ができることではなくても、何かしらご相談いただければ、うまいこといくこともあるかなと思います。100% じゃない。で、パッケージのメンテナーとしては、いくつかやってますとね、例えば、日本語環境だとフォルトとか、あとは、言語の、メカブとか茶筅とか、そこら辺のディクショナリーとかをやってたりとか、あと PDF で、日本語環境に表示するためのプライデータというやつとか、あと最近だと言語変わりましたよね、令和。令和ってなったんで、これに対応しますみたいな話が、他のところでもちょこちょこ出たので、
うちどうするデリアどうするんだろうと思って誰も動かなかったから、まあじゃあ他のやつから持ってきていろいろプッシュするってやったら、まあ GFC アップデートしたりとか、あのじゃあリベロフィス大丈夫かなとか、そういう話をちょこちょこちょっとやってたりし、あとは、他のディストリビューションからこう通路を持ってきてとか、組み込み系だと、関連ワードを持ってきたりとかっていうやつにもやってたりします。まあ、あのどんなパッケージやってるかっていうのはリンクにあるので、貼ってみてください。で、デブコンフ、あのテクニカルなイベントと言いつつ、あのソーシャルな場でもあって、いろんなそのコミュニケーションの場があります。ここにいるのが、あのアプトのメンテナンス、牛のグループにカウっていう名前を呼び載せてますけど、まあ、グループフォト撮ったりだとか、あとはみんなで、お酒持ち寄って、お酒とつまみ持ち寄って、パーティーやろう、チーズアンドワインパーティーとか、あとは一日遊びに行くゲームグループとか、場合によってはなんかダンスしようぜって言っていきなり夜夕方踊っている人たちとかがいたりします。非常に面白いイベントなので、今年はさすがにね、あの30時間かけてこいっていうのは難しいんで、じゃあ来年来ていただければありがたいなと思いますけど、来年はイスラエルです、はい、インテルとかのやつに見に行きたいなっていう場合は、はい、はい、あるのかな、いいんじゃない。で、私の、あの、なんでカンファレンスに参加するかっていうと、まあ、やっぱり、ディスカッションと、あと簡単なハックができるのが一番ありがたいなと思ってます。大体のトークは、プレゼンテーションはもうレコーディングされてるんですよ。レコーディングされて、後から YouTube とかで見れるようになっているので、それを見たい場合は別に家でのんびりと、ソファーに座って眺めていただければいいと思うので、その、いや、話した人とやりとりできる。で、場合によっては簡単に実践ができるというのがいいんじゃないかなと思いました。まあ、あとは友達と会うのも非常に楽しいことですよねと。今言いましたけど、来年はイスラエルですと。でも、いつか日本でもやってみたいなと思います。で、その場合は、ぜひぜひ、スポンサーは大歓迎ですので、皆さんの所属費用のところに、こそこそと、いいよ、お金出すよと言っていただけると助かるなと。まあ、あのターゲットとしてはやっぱり2020年 の, あのオリンピックイベントが終わった後なんかだと、多分いろんなあの政府機関の、施設なんか使いやすくなるんじゃないかなと思っていますという感じです。いつの日かやりたいですねという話があって、毎回カンファレンスに行くと日本一なんだって使えるとかいう形になって、アジア最初の台湾にやられちゃったからなとかの話をしたりしていますという感じです。日本でやったらぜひ皆さん来てください、来てくださいねと、来てくださいねと、3点で、重要なことは3点間で終わりました。はい、以上です。ありがとうございます。山田さんにあのブラジルに持ってってもらいたいものとかある人いましたか？あの土産物とかでもいいです。昔あの US でやった時にはチーズ&ワインパーティーにこれ持ってくと言ってスルメもらって、すごい、スルメをあのパペットラボのトースターで私スルメ焼いてました、勝手に結構うまそうですね。ただ匂いがね、やばい、テロじゃないですかという感じで、あのなんでお土産物とかでもあってもいいんで、あ、上田さんにはあの持ってくるものを後で、あ、はい、今度いただきますね、どっさりと、うん、ありがとうございます。あ、あと、あ、で、あれですよ、ちょっとあの私はそこそこあの関わってるんで、半分ぐらいの人の中の人なんですけど、ちょっと前にここのデビアの話したときに、そのデビアをあの売ってもいいんでというか、それのそういう話をしたのに、その意外とここの人たちを知らない人たちがいたので、その辺とかちょっと話しておくといいんじゃないかなあのちょっと思いました。そうですね、この他の、レタハトとかニュースとか、スーゼとかだと、やっぱ商品の絡みとかいろいろあって、販売とかっていうのは難しいと思うんですけど、デビューの場合は基本的に販売だろうが、なんだろう、モディファイだろうが、やっていただいて構わないよと。ただ、まあ、完全に、自分でなんとかしましょうねとか、あとは、まあ、コミュニティの力を借りてなんとかしなきゃいけませんよというところです。先ほどの受け止まってくれる会社ないよねというところが、まあ、どう捉えるか、それは自由と捉えるのか、いいチャンスと捉えるのか、それとも、あ、それがないんだったらやりたくないなと捉えるのか、まあ、好き好きなのかなと思います。
あとブラジル情報があればぜひ教えてください。ブラジル行くの初めてなんで、はい、すぐに気をつけてみて、はい、じゃあどうもありがとうございました。